やっぱ渋いね、なかなか渋いね。ああ寿司、なんだよ寿司食えってこと、これそういうこと。最近はサバの塩焼きにハマっております。あーはい、ってことでやっていきましょう。どうもラルでございます。裏返ったね。ということで今回はですね、スマホ版ニャンコライ戦争久しぶりにほんわかでやっていこうかなと思います。ということで今回ですね、やっていく内容に関してはこちらでございます。今回は蝶猫祭のガチャの方ですね、回していこうかなと思います。多分めちゃくちゃ久しぶりだよね、蝶猫さえ回すのね。では早速ですね、ガチャの方参ろうかなと思うんですけれども、今回はレアチケットの方で回そうかなと思うんですけど、見てください、チケットの方が6枚しかないんですよね。なので今からですね、こちらでございます、今からニャンコガチャの方ちょっと回してですね、ちょっと青玉の方ですね、肥やしに変えていこうかなと思います。現在198枚ありますので、どうしようかな、まあ、100連ぐらいちょっと消化してですね、やっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあもうささっと回していきましょうか。はい、さあもうね、本題に入るまでちょっと時間かかるかなとは思うんですけどもね、まあ大体100連回せばね、大体まあ8から10枚ぐらいは多分手に入るのかなと思うんで、まあそうすれば今回単発でね、まあ十数回は回せるのかなと思います。まあそれで限定キャラクターは出るか出ないかって言われたらちょっと怪しさはありますけれども、まああわよくばを狙ってちょっとね、やっていければなと思います。最近ねサバーガの方ではね、ちょっと待って止まったよ。ちょっとびっくりしたよ。いきなり収録切れたんだけど、ちょっと勘弁してくれよ。はい、ということで再開でございますけれどもね。え、ほんとびっくりした。いきなり切れたんだもんね。ちょっと早く気づいてよかったなと思うんですけどもね。どの話したっけ？もう完全に話した内容完全に忘れたんだけど、もう最悪だよ俺。もう何話したっけ？もういいや。もうとりあえず思いついたことをね、ちょっと話していければなと思います。あ、そうだ、思い出した。そう。サブアカの方でね、最近割と、いい引きしてるんで、そろそろほんわかの方でも来てほしいなっていう感じでございます。いや本当にね、最近のサブアカの引きの良さはね、なんかね、なんでだかわかりませんけれどもね、伝説レアも引くわ、あとはそうですね、まあ限定キャラクターもねちらほら出てるし、あとは新規のですね、まあ最近出た超激レアの方も結構出てるんで、いや本当にこの運もね、ちょっとねほんわかの方でちょっと来てほしいところでございますよね。そう、蝶猫祭でね、本別れ持ってないのは、普通のガルですよ。ガルと、あとは、イズだっけ、最近出た。あいつね、ちょっと使いたいなとは思うんだけど、まあ、なかなか来る気配がないんでね。で、どうだろうね。まあ、でも、伝説レア引くよりはさ、確率まだ高いんじゃないの？どうなんだろうね。その辺をね、さ、確率全然知らないんだけど、その辺知ってる方いましたらね、教えていただければなと思います。どうなんだろう、公式で出てるの？そのパーセンテージ。よくわかりませんけどもね。まあ、もしね、もう出てた場合はちょっと完全に俺見落としかなとは思うんですけれども。まあ、その辺もとりあえずね、いやーなんかいつかね、なんか何百連とかやってさ、単発じゃなくてね、猫缶使って何百連とかやって、あ、これラストです。はい、うん、これラストです。そう、何百連ってやって、ちょっとどれくらい出るかちょっとね、もう検証みたいなこともやってみたいなと思うんですけどもね。いや、ちょっと待てよ。そしたらもう俺の生活が成り行かなくなるけど、わかりませんけれども、まあちょっといつかね、いつかちょっとやれればなと思います。オッケー。ということで、100連ですね。まあ、消化の方は完了でございます。久しぶりに2桁になりましたね、チケットの方は。はい、という感じでございます。じゃあ、すべて、小屋しに行きまーす。はい、ということで、お、10枚。これはでかい。そして、これをすべて NP に変えていきます。いいね、678。ということでございます。さあ、ということで、本題の方に参ろうかなと思います。さあ、ということで、早速ですね、ちょっと長くなりましたけれども、今から蝶猫祭の方ですね、回していこうかなと思います。単発16回でございますね、ちょっと回していくんでよろしくお願いします。じゃあもう早速、回していきましょうよ。じゃあ行きまーす。はい。そう、なんだかんだあと残り12時間ちょいぐらいでも開催終了してしまうんでね、とりあえず、さあ、ということで行きますよ。で、前回から極猫祭の時に、そう、確かね、残り時間ギリギリでやって、で、結局確か、なんだっけな、そう、なんか時間過ぎても、その画面になってれば、ガチャ回するんですよね。で、そんな中ガチャを回したんだけど、結局ね、何も出なかった気がするんだよね。そう、だからまあ普通のね、時間にやってても変わらない。だからレアキャラ出てねえじゃねえかよ。ちょっと待って。
ちょっと、ちょっと待って、レアキャラタイムはもういいから、そろそろさ、そろそろ激レア以上出そう。なんでだよ。ちょっと待ってよ。なんかやっぱ、ほんわかはちょっとなんか最近不調な気がするんだよね。なんでなんだろうね。なんで俺には知らないけど、みんな知らないよね。それはさすがにね。なんだろうね。確定いつも、激レア来たけど、スイマーでございますけど。まあでも、スイマーもね、まだプラスの方はそんなに上がっていないのかなと思いますのでね。まあ全然いいかなと思います。いや、本若の方でもね、演出来てほしいよね。最後、もう連チャンできてるね。いいね。おたねこでございます。おたねこも多分ね、全然プラスの方がね、27。まだまだ課題でございますけどもね。はい。そう、レアキャラに関してもね、もうだいぶ結構プラスの方も、もうマックスに近かったりとか、もうマックスになってるキャラクターもいるんだ。持ってるんだ。はい、持ってるでございます。はい。ネコルガ系はもうね、なんだっけ、何ルガだっけ、最近出たオコルガ以外は多分持ってた気がするんで。まあ出るなら怒るかなっていう感じでございますけど、まあとりあえず1体やりました。はい、これでとりあえず爆死ではないんじゃないですか。はい、なのでね、さっき何話したっけ、もうそれも完全に忘れてしまいましたけれども、どうだろう、あともう1体ぐらい来てほしいな。せっかくだからね、あと 6回ですよ。あと6回回せるんで、来てほしいよね。いやー、どうだろう、もうはい、まあ武闘家は全然あり。武闘家はまだ多分プラスの方はまだちょっと微妙なラインだった気がするんでね。はい、どうだろう、もう一体、寿司でございます。寿司食いてー、めちゃくちゃクソってなんだ、寿司食いたいね。はい、もう限定キャラクターは何、もう完全に幻、本当にもうなんか何もなさそうだな。いやないな、なさそうだね。演出来てもね、それがね本当にねいいキャラクターだかわからないから、びっくりしたな。微妙にちょっと大きいから期待しちゃったけど、バーベルでございますけど、まあ激レアは全然あり。もう激レアはどんどん来てほしい。で、超激レアはもっと来てほしい。さあ、もうぴょんぴょん跳ねてるね。ぴょん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 ね。もう今回何回目の登場でございますか？もうこれでラストだ。早いね。はい、ということで、これでラストでございます。泣いてもらっても今回これで最後にしようかなと思います。じゃあ行きましょう。はい。いや、久しぶりに回した蝶猫サイバー。まあ割と、やっぱ渋いね。なかなか渋いね。寿司食えってことこれ。そういうこと？もうこの時間やってねえよ、もう結構割といい時間なんでね、寿司屋さんやってないんですよ。はい。ってことでございました。てことで、今回ですね、まあ、蝶猫祭の結果はこんな感じでございます。全部で16回でございますね。単発の方で回したんですけど、結果としてはとりあえず、まあ、超激ラでございますね。バナナカの方が、混ぜたので、まあ、爆死では、ないのかなという感じでございます。じゃあ、とりあえず全て使っていきましょうか。じゃあ、行きまーす。はい。さあ、4体余りましたね。ちょっと久しぶりにさ、レアキャラのプラスがどれくらいになってるかちょっと見ていこうか。まあ、結構ね、見るっていうか、その編成とかでレアキャラとかでこうやってやるんだけど、プラス値ってなかなかちゃんとガン見することなかったんで、ちょっと改めて、見ていこうかなと思います。あれ待って、なんで激レアがさニューになってんだろう。何このニューって。わかった、この間のイースターか。まあいいや、じゃあもういいや、ほっといていきましょう。はい。でもキョンシーあと5ですね。キョンシー、じゃあインか。ホッピングはまだホッピングしててくれって感じか。じゃあ、まあ、また随時ホッピングが来てほしいところでございます。ネコクルはまだちょっとあと残りね、まだまだかなっていう感じでございます。パーフェクトもあと残りわずかで、おー、でも、この辺だいぶ来てるね。いやー、一番ね、優先的に上げたいファイターの方もあともうちょいかな。まだまだ頑張りが必要でございますけども。この辺いいね。80が連続でございますけども。でも大体60から70代とか。そんな感じでございます。で、50代とかは全然いないんで。カメラマンどうした？カメラマンがちょっとまだ頑張りが必要だね。もっとちょっと頑張りますよ。どんどんガチャが回りますね。回します。はい。っていう感じでございますけどもね。あとは多分後半に出てきたね、この辺だよね。この辺が微妙なんだよね。マスターとエキゾチック。この辺がまだ50代なんで、今年でどうだろうなるかわかりませんけど、まあその辺も目指してやっていければなと思います。で、激レアに関しても、まあそうだね。まあ全然だね。まあその辺はまあちょっと今後の課題にはなってくるかなと思います。まあ激レアもプラスの方が結構上がってくれればね、もうだいぶ強くなるんでね。はい。まあ、そんな感じでまたちょっとね、やっていければなと思います。ということで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。またガチャ動画も引き続きですね、まあ、随時やっていこうかなと思いますので、また見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。